今回は行動や思考の源を認識するというお話です。行動や思考の源を認識する。まず、根源的自己があることを認識すること。可能性は根源的自己にある。この内核とも呼べる深部には想像力が秘められており、意図的に起動されるのを待っている。即座に何かを変えられるのは、この素晴らしい想像力があるからである。根源的自己には、心の底からの願望、野心、夢が宿っている。根源的自己は、本質的な動機の源でもある。これは、有意義な人生を送るために極めて重要だ。根源的自己以外にも、私たちの人格を形成する層が何層かある。私たちの思考、感情、行動に影響するこれらの層を根源的自己と混同したとき、問題は生じる。1、根源的自己、可能性。2、根源的な原動力の層、モチベーション。3、見解の層、物事を定義する物差し。4、行動の層、どう振る舞うか。5、フィールドの層、起きていること。これらの層はすべて考え方や感じ方に影響したり、形成したりするとともに、人生のさまざまな場面やフィールドで自分をどう評価するかにも関わる。これらの層は、長年の間に徐々に形成される。私たちは時に無自覚に行動するが、それは意識の外にあるものに影響されて行動するからだ。オルターエゴ、超自己成長術。あなたの中の別人格で最高のパフォーマンスを手に入れる。トッド・ハーマン著。最後までご視聴いただき、本当にありがとうございます。チャンネル登録、コメント、いいねをいただきますと、今後の励みになります。